チチャタラパー30周年緊急会議よろしくお願いします。おめでとうございます。チチャタラパーが30周年とね、おめでとうございます。まあこれまで本当にいろんな歩みをたどってこられたと思うんですけども、今年も30周年ですから、いろんな取材をきっと受けはるだろうと。そうですね。その時にやっぱ30年間の出来事、やっぱこの今日の会議でいろいろ思い出してですね、取材がまあスムーズになるようにならしておこうということでございます。あとはまた取材先の方がこの番組ご覧いただいたら、まあいつも聞かれる、しょうもないやつその辺カットしたいなという兄弟がとかどちらが兄弟ですかとかそういう、もう当たり前の部分はもう先に、まあ、ネットで調べていただき、まだそれ以上のことはこれ事前にご覧いただいて、でその先のこと、はいですね、はい、思い出しながら予習していただくといいですね。はい、よろしくお願いしますということで、はい、まあこちらのホワイトボードですね、はい、まあこちらのホワイトボードですね、はい、スタドラパー30周、うん、30年、はい、主な出来事ということで30個書いてますけども、ね、はい、いろいろあります。まあ、一番よう言われそうなんどうですか、結成、結成、噂は、ね、そう、デビューはね90年なんですけど、はい、88年頃に学生の時に結成はされたということでね、はい、まあ、それもそのだからここの学祭みたいなのでライブやろうって言って、そのまあネタをなんか考えるような感じで結成されたので、だからそこら辺はね、もう別にでも今の若い人に何の興味があるのかって結成当時の話で30年以上前の話だからコンテストで特別賞、これが伊藤聖子さんとか高木寛さんとか、そう、本当そういう人たちが審査員をするコンテストがあって、ラップ、DJ のコンテストで、でそれを目標に一応なんかネタを作ってやる、なんかいいデモテープをわりかし出来がいいのできたから、出来、まあ恥ずかしい、まあ、恥ずかしい、自分の考えよくで面白いってゲラゲラ笑いながら聞いたりして、ダメでもECD さんと一緒に渡そうっていうか、そう、デモテープだけ聞いてもらおうっていう、まあそこでちょっとまあ割と受けて、聖子さんとかがすごい喜んでくれたことでちょっとデビューにできるようなことになったっていう。だからそこでそのやっぱり下田さんたちは伊藤聖子さんに認められて、まあチャンスをつかんだという、なんかまあ恩というか、ギリみたいなのあるから、割とこう下の門に優しいですもんね。次は俺たちが伊藤聖子側になって面白いものは面白いって言ってあげようみたいなマインドはきっと、もともとほら聖子さんも高木寛さんもそうだし、やっぱあんま縦社会じゃないっていうか、割とすぐこう仲良くちゃんとか、ね、カンさんとか、そういうのは自分らも好きで、いまだにカンさんのことをカンちゃんって僕らもうだいぶ年上なのに先輩のように言ってるようなのを普通にこう付き合ってくれるっていう、でもまあ本人もカンちゃんでいいよみたいな、そうそうそう、そういうタイプだからね、そういうタイプの、だからやっぱいろんなね、若い子から兄くん兄くんって言われる、ね、全然いいですよ、あ、まあそういう風な、だからいいゆるゆる能立て社会で来られたね、はい、デラソウルのオープニングアクト、もう同じ年ですよ、特別賞をもらって、これはっきり言ってアメリカとか洋楽のえげつない空でしょ、そうだから日本にわざわざね世界中回ってツアーするやつの日本ツアーがあった時に、まあ高木寛さんがそれのまあなんていうのかね、前座というかコーディネートみたいなのをやってて、で「下田らぴったりだから出たら」みたいな感じで言う、デラソウルの前座って、もう全然そんな人前でそんなにもやったこともないのに、全国ね何か所も神戸行って、 そうだね、その時のお客さんどうやったんですか、お客さんとか初めて見るから、でも なんとなしにちょっとまあ、カンちゃんが認めてるからっていう感じでちょっと許してもらえるとか、まあ、お客さんも、だから僕も本当に下田さんにこういいよとか、やりいいやとか
これええやんと言っていただいて今がありますので、高木寛さんとお会いした時はちょっとご挨拶させてもらうとダメですね。そうなんですよ、大師匠からしたら多分びっくりすると思うんですけど、大師匠がね、おじいさん祖父としてお世話になってますと言ってね、ご挨拶させていただきたいなと思っております。さあ、ファーストアルバム下皿大作戦、うん、1990年、発売ということでね、はい、もうこの辺からはもう言えばタワーリングなんです。そうなんですよ、アルバムが ねどんどんと出てきます、うんうん、そして今夜はブギーバック1994年、はい、だいたい話してると、うん、結局このブギーバックはどうだったんですかって話で終わっちゃうことがあります。それもあるある、ね、小沢さんどんな感じだったんですかみたいなことで、まあ、しょうがないんですけど、うんうん、ヒット曲だから、うん、あまあ ね, ね, そうですね。だから僕はあのこの、1993年ですね、うん、ここに僕デビューしたんですよ、うんうん、NSC 入ったんですよ、ね、はいはいはい、で僕この NSC の時に、下皿さんが大阪の吉本がやってたクラブっていうんですか、うんうん、ディスコみたいなところで天然素材の方々となんか催しをやるということで、僕 NSC の時に お前ら手伝い、あのタダで、あのよく外場のやつやってるやつを生徒さんが、はい、そのやつあんねんけど行くかって言われて、僕と相方はバリバリ聞いてたんで、うんうん、みたいなタダで行けるの逆にそのそう思うままだよ吉本さん、金くれじゃなくてタダでしたら意外のほんなら行くわ言って、そうですね、どの役をするかみたいな、うん、その、うんうんうん、まあ楽屋の前立っとくとか、はいはいはい、その中で僕は見たいから、うん、いや俺はもう一列目のこの、うん、女子たちをこうするやつやるわ言うて、僕こうやりながらずっと前で見てましたもんね、うんうん、それそうか、その辺の頃ね、はい、でその本当にデビューしてすぐぐらいに、あのじゃあ小籔さんたちはまあ先輩のバッファロー五郎とか、はい、うん、天祖の皆さんとは割とも世代も同じだし、そうだ、ね、ちょっと一緒になんか出たり、関西だと、はい、なんか自分らのライブに出てもらったりとか、うん、見に行ったりしたもんね、見に行ったり、二丁目見たね、うん、見た。だよくねデビューの頃が同じの人が誰がライバルでとか言われるんだけど、うん、やっぱバッファローのネタとかをすげえクッて見てた、こういうぐらいおもろいの作りたいな、るほど、そういうライバル心みたいなライバル心ですよ、良い子面白いなみたいな、ほんとに。おめでとうございます。30周年でございます。飲まないですね、最近はね。かんちゃんはもうガチし。いやいや、水と水です。水と水ね。はい、味のする水と。そう、ちょっとね、しない薄い水と。はい、30年だから、会った時ってかんちゃんいくつですか？あ、だから30前だね、まだ。まあ、とにかく最初は、皆さんよくご存知のシバーラインクスティックで行われた、そうっすね、DJ アンダーグラウンドコンテスト、ね、ちょうど本当に3月春休みの見たのがね、はい、そうっす、春休みの18っすよ、俺だってマイロいて、審査員でマイロいて、ヤンさん、審査員誰、マイロいて、俺と、あ、ヤンさんでしょ、はい、伊藤聖子でしょ、はい、あ、聖子いたっけ、どうでしたいたと思う、ヒロシでしょ、そうか、そうか、僕でしょ、それとマイロ、そうか、マイルス、あのワイルドバンチの頃と、あれ、クロー君たちは審査員はしてなかったかな、なかった、でもその後にだった気もします、ね、ああ、そっかそっか、で、まあ、とにかく太陽に吠えろ、まあよく皆さんご存知の太陽に吠えろをかけてラップするっていうね、そしたら最初何回かやり直したんだそうだ、あのミキサーがあうちと違うミキサーだったから、そうなのか、使い方が分かんない、わざとだと思ってて、いやいやいや全然すごい、この子たちわざとやってるって、違う違う、ウィーってよくほらレゲエの人がさ、まあ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 一回やってもう一回頭からだっていう、まあまあまあ、ちょっとそうそう、それをモニターのスイッチがよく分かんなかった、それで、あ、じゃあ失敗でもう一回やり直した、完全にそうです、わざとやってるっつって、でもう、まあ、わざとにしとこうかな、じゃあもう、うん、もういいじゃん、公にみんなも歴史修正主義で、とにかく、あ、クドクいたよ、そうでしたっけ、いた、だってすげえ一番乗ってたもん、あ、そうあの井上貴之バンド好きだから、 あ、そうなんです、そうそうそう、うわーとか言って盛り上がって、とにかく太陽に吠えるでやって、はい、一番覚えてるのは審査員席も大受けだったけど、下も受けてたし、下線、ま、マイロだけがなぜこんなに受けてんだって分かんなかったっていう、あの確かに、え、わっ、わっ、うん、なんでお前らそんなに喜んでんだみたいな、うん、あの
太陽に吠える知らないから。そうです。前ですがね、はいはいはい、なんでこんな受けてんだって顔してて。誰か説明してあげたんですか。うん、確か したけど、それでも、まあ、すっごいびっくりしてた、その顔いまだに覚えてる。こっち見て、ね、驚いた顔が、お前らなんでそんなに盛り上がってんのみたいな。でそれでね、でしばらくして、ECD もいたのかな、審査員。ECD はいなかったか。まあでも会場にはいましたよね。ECD にデモテーパーは、うん、そうそうそう、 ECD がデモテープをちょうどあのあとパブリックエネミーの初来日で、はい、あ、俺と工藤君と ECD で回ったんだよね。はい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 。でその時新幹線で ECD が、あ、こんなありますとか言って、今真似しましたけど、こう石田さんの、はいはいはい、それより先に聖子がすごく推してたんだよね。あ、そうなんですか。そうそうそう、もうこれはいい、絶対いいっつってね。多分そんなで割と早めに川勝さんとかにも渡った、ね、そうかも、その時期に、同じ同時期に、う、ね、うん、もう回ってたの、川勝さん、うん、川勝さんも気に入って、聖子も気に入って、うん、でメジャーフォースの会議の時に、まあ、本郷さんとかもいて、いや、これは絶対やるべきだって話になって、本郷さん推しがすごかったね、その時は、はい、もう絶対やったほうがいい、絶対やったほうがいいっつって、うんうんうん、それからだよね、で結局、そうっすね、じゃあ、ワイルドレコードをメジャーフォースでやろうっていうことになって、うんうんうん、でやることになって、でビジュアル系はもう川勝さんにもお願いしようって話と、じゃあ音作りはその頃ロッキーズで、そうですね、もうメジャーフォースは基本的に工藤君がサウンドブルースの全般やってたから、ちゃんとしっかりやってたんで、じゃあ工藤そうですね、工藤ちゃんとこに一緒に行こうよって話になって、はい、受験してたんですよね、はい、受験してた、それがおかしくて真っ最中でした。どうだった、ダメでしたまあまあそうそっか、じゃあレコーディング行きましょう、じゃあまあレコーディングやろうどうだった、いやダメですっつってレコーディング頑張りますはい、でしたね。18、19ですね。大体僕がだってライブやりたいなと思ったのスチャダラとか見てから、あ、もう一回俺もライブやろうって気になった。そうです。それで代々木チョコレートシティとかで、はいはいはい、ライブをホームベース、ホームベース、はい、でライブやるようになって。あ、そうなんですか。かなり、そうか、そうだよ、それまであんまりもうやらなくてもいいやと思って。あ、なるほど、僕別にそれを初めて聞きました。プロダクションワークだけでやって、まあ確かにそう、時々メジャーホースでなんか ECG とかをフックアップすればいいやと思ってたんだけど、スタダラとかを見せて、もう一回やろうかなって、あ、そうなんですか、うん、それは初めて聞きました、ね、それでホームベースでスチャダラがライブやってるのを見てて、はい、兄がいつもビデオカメラを持ってステージの脇にいたんだよね、はいはいはい、出ちゃった方がいいんじゃないの。そうそう、それもそうそうそう、そのタイミングもありましたよね、うん、どう見ても3人の、あとアメリカのラップグループ、まあ、何にもしないのにメンバーみたいなのいっぱいいるから、ね、そういう風になった方がいいよって言われて、ランディ MC もハリケーンがなかったりとか、そうそうそう、変えてこうやって言うから、そう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 、そういう感じでセキュリティみたいに、まあまあそうそう、うん、そういうなんかありましたよね、スタイルがね、うん、でそれでメンバーになって、レコーディングがもう終わってんのに、終わってからメンバーになった。そうですよね、そうなんですよ、ね、でアーシャと三浦健司、はい、巨匠に撮ってもらう時は3人で撮ったんだよね、はい、懐かしい話ですよ。それが30年前ですか。そう、30年前です。5月5日ですよね、はい、デビューはね、そう、あのデビューライブとしてやったの、発売日も、発売日も、うん、あとやっぱデーラソウルがでかいっすね。あ、そうかそうか、あれはちょうどそう、秋、11月ぐらいで、あれはじゃあファーストアルバム出てから作ってる途中です。あ、そうなの、はい、じゃあ前なんだ。そう、前です。あ、そうか、アルバムデビューって90年だから、あれ89年の、そうなんですよ、秋だ、そうなんですよね、はあ、そっかそっか、ヒロシがあの手品ハマってたからそう、未だに言う、未だにだいぶ経ってからも、あのマジックボーイどうしたってマジックボーイじゃないけど、まあまあまあ、もう今やもう世界中でマジック起こしてるよみたいな、まあまあまあ、まあ、そうそう、それこそやってそうですよね。藤原ヒロシがあの当時ね、88年の秋頃、手品にハマってたんだよね、レッツ松田と2人で手品の本出そうかって2人で言ってたくらいだからね。そしたらちょうどそれでスチャダラがパーがデラソウルのサポートでずっと全国回るっていうことをやってて、で九州に行った時にちょうどヒロシも九州にいて、楽屋に現れて手品やったらデラソウルのメンバーがみんな驚いた。マジでタバコが浮いてる、なんだそうそう、ものすごいものすごい驚き方だね。で今それをいまだに会うと、あのマジックボーイ元気かって聞かれましたそれおかしい
そっちで有名。そっちで有名。ベラソニーにとってはマジックボーイとして。マジックボーイ。そうなんですよ。その後行くと、ほら、じゃあタワーリングナンセンス飛ばして、はいはい、サードからね、自分たちで、はい、もうやりますってなってって、はい、俺とか工藤君も関与してずにやってて、はいはい、あ、そうなんだね、でもだんだんヒップホップ、もろヒップホップになってくね、ちゃんと、みたいな感じが。あ、そう、そうです。そうそう。そうですね。俺とは工藤ちゃんこうちょっとロックっぽくしようとしたりとか、まあ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 、でもそこが面白いか、ね、今思えばそこが、うん、だからストレートのヒップホップじゃなくなっちゃう部分があったから、ああやっぱり みんなだけでやった方がいいねっていうところもあって、うんうんうん、それからやっぱりブギーバックの時は覚えてるよ。だってあの頃ほら俺がケーブで DJ やってて、そうですね、ケーブばっか行ってましたよ。でみんなでケーブ来てて、はい、でそれこそ小沢くんも来てて、そうですね、であと多分川辺くんも多分やってた、川辺くんもやってた、そうです、川辺と達夫と俺とラファエルと、そう、すごいメンツ、すごいメンツで今考える、またやればいいのにと思って、で小沢くんがあの時さ地下のフロアで多分達夫がヤングアメリカンかけたのかな、あ、そしたらなんかいい歌詞のヒントが出ましたって言ったもん、あ、それ初耳です、嘘嘘とか言っちゃった、本当、うん、小沢くん俺に言ったよ、あ、本当ですか、あのヤングアメリカンって達夫が辰岡かなべがかけたヤングアメリカンの方はあそこに歌詞した、それ初耳です、言ってた言ってた、だってケーブで撮ってんじゃん PV そうです、それで、はい、であとはさあのうちでさ集まってタファーザンレザーのさランディ MC のあのバブルガムの2人が翻訳あの訳したかったかなんかを一緒に見ててバカだねって言いながらその歌詞をそのまま使ってたよね歌詞やつを、まあまあまあそうですね、あの当時のあとねあのクラッシュグルーヴとかも、うん、あのクラッシュグルーヴか、そう、日本の翻訳がやっぱいいじゃん、日本の翻訳が面白いっつって、そうそう、だからそうですね、ウィーバックの時に使って、うん、そうそう、あの利用してたの覚えてる、とにかくパーティーを続けて、多分カーティス・ブローかなんかの、あ、そっか、多分最後のそうだ、クラッシュグルーヴか、大団円のところ、クラッシュグルーヴのところ、あの歌詞が好きで、うん、そこを和訳が好きで、和訳が好きでって言って、それは好き覚えてる、そう、うん、でそれがあれ出る時はまあいろいろあったけど、それでちゃんとって言って、このテンポで、あのテンポで大ヒットすごいなぐらい、まあ、その時は、まあ、まあそうですね、そう、確かに、でまあとにかく大ヒットして、うん、で一番面白かったのはとにかくウィーバックバーンっていった後にドゥビドゥワットかな、ああの東芝に移籍してね、はい、この次のシングルこれかっていうのが一番なんか面白かったけどねあそこがだからブギーバック行った後だったらまあ歌もんじゃないけど、まあ、まあまあまあポップが行くのかな、まあまあまあ、ルービルはマジかよ、ポップじゃないですか、まあ、いやポップ今となったね今 あのヒップホップが蔓延した、いやいやいや、あのヒップホップがもうどぎも抜かれたってのは世界中に感染しちゃった、はい、現状で聞けば、はい、ポップな音楽に、はいはい、あれで歌番組とかよく出ましたね あれあそこからあもう分かったってもうあのそうですね、もう自分たちの世界の周りで、えなんでって聞いたら、いやもういいんですよ、僕ら自分たちの周りだけで受けてればって言ってたから本当本当すか、それがすげえ面白い、そこから先は何も変わってません印象はあのデビデュワットからまあまあまあそうですね、ずっと今の今まで全く もうその辺からガチビデオも武井君だし、うん、そこからね全くまあそうですね、あとはね最近 あのここ数年でいけばあのやっぱり大根監督のね、あっさカンちゃんやったら絶対あの DVD が良すぎて、下ならパーのアクル、あのために全てがあったのかぐらいそうそう言ってましたねそうそうそう、今までの活動はこれのためになるのか、あれが大好きなんだあれ傑作じゃん、ね、姉ちゃん褒めてもらって、うん、あれ最高だもんあれもうあれすごいわと思ったわ、ビビルワットの時とあの悪夢の時がそのバンバンがすごかった、まあね、とにかくあれは確かに30年間やってたら話もするけど、もうアルバムすごいじゃん数、もしかしたらギネスじゃない、いやいやまだまだいます、えあどうなんだろう、調べて調べた方がいいよ申請してみればあでもいるだってさ、グループでさ3人ストーンズとかは、いやいや違う、ヒップホップで、あヒップホップで何でそこでストーンズと比べるから、いやいや、まあ、バンドっていうかグループで、いやいやグループ、いやでもさオリジナルメンバーでずっと3人でやってて、そうですね、30年だよ、そうですよ、うん、まずヒップホップのラップグループでいねえんじゃない、
デラソール仲いいっすね、でも相変わらず。あ、デラソールがいるか。仲いい。でも、枚数、スチャーの方が勝ってるよ、きっと。そうっすね。勝ち負けじゃないけど。勝ち負け。あ、パブリックネーム、あ、フレイはやめたらしいですね。あれね。でも前から言ってたよ、あの人。あ、そう、まあ、フレーバーフレームさ、川崎で初めて会った時、はい、俺らに、俺だけちょっと違うからって言ってた。そうだよ。俺ね、何それ。いや、本当にかなり、マジで。かなりこういう感じでした。こっそりって。カンには言うけどって。カンとかじゃないけど、俺とか工藤君の意地、はい。俺だけ違うから。何その穴。本気でした。本当に。本気、だからあの頃ほら、ピリッとしてたじゃん。ピリッとしましたよ、だいぶ。俺だけ違う。あの頃からのイメージがあるから、あまあまあしょうがねえかなみたいな、まあまあ、だけど、うん、あの声がなくなっちゃったらもう B じゃないのかなみたいな、まあまあ、確かにアジテーター、うん、アジテーター、あれいつも思い出す、俺だけ違うから本当それ面白いな、その話川崎のさ、駅前で行ったんで俺だけ違う言っとくけどまあその中今夜ブギーバック、うん、まあこちらも皆さんね、ほとんど皆さんご存知だと思います。そしてまたポンキッキーズボーイ、ああやりました、ね、ちょうどなんかそういうのが重なったんだよね。そうそう、忙しかったですね、うん、この辺りは、うん、下皿外伝なんていうのも1994年、売れて、はい、うん、ね、ブギーバックも売れて、はい、どうですか、やっぱここで9番ね、兄進行実家を出る、あ、逆にここまで実家やったんやっていう。ブギーバックまで実家で作って、うん、ね、書いてた、そう、3人で集まって書いてた、実家、実家、1,2,3をまたずご飯できたで、そう、そう、夜中にやるからシーって1,2,3を待たす朝、そうそう、で家族が起き出したら終わりみたいな、そう、なるほど、朝ごはん一緒に食べて僕帰るそう、でなんかそう、小沢君もなんか実家近所だったから、うん、実家帰る途中に急にふらりと寄って現れたりするの、そうね、何しやってんのみたいな感じで、レコード聴きに来たりしてね、なるほど、まあそんなことがありながら、うん、ね、ビーフスウィールとか、うん、95年、はい、サマージャムとかですね、そうですね、うん、大 LB 夏祭り開催、うん、この頃だからラップ全体日本でも、うん、あの僕ら以外もいっぱい、まあ、いろいろ増えてきてる、ダイオネのヒットもその前にあったりとかして、うん、本当有名な人もいっぱい出て、うん、だからなんか賑やかでしたよ、うん、さあそして、偶然のアルバムとか、うん、はい、シャザラ2010、うん、舞台にも出られたという、うん、はい、7枚目のアルバムも出られまして、うん、で進行あっという間に免許を失った、うん、あ、これで大事ですかね、まあ、そうですね、大事ですよね、このどういう中身か分からないまあまあ、まあ、免許ってあんまりあっという間に失うもんじゃないですからね、取ったのは結構苦労したでしょう、取ったの結構忙しい時に、あの1年半かかりました ね、あの中身が忙しい、再入学して、あ、そうだっけ、途中で切れて、そうだ、途中で切れて、そういうことができないタイプ、そうそうそうまあまあ忙しかったですね、まあまあ、通えないタイプ、ね、で取れて車も買ってね、買ってなんかそう、まあ、まあ、まあ時効ですか、時効じゃないけど、うん、あの普通にその頃みんなね、あのよくお酒飲んでみんなじゃねえよ、クラブ、クラブ、車で、クラブ、でもトレンディードラマとかでは本当にあのお酒飲んだ後車で運転して帰っていく人とかまだ、ね、ありますから、まだ、そのせいでクラブ行ってそのまま御用でしたね、御用、ああ、よかった、でも事故じゃなくて、ね、まあ確かに、うん、でもコツンとぶつけてるし言うな今だったら大事になるね、すぐね、朝6時に親呼び出されたんです、言うなってすぐすぐそこのね渋谷の今だったここからはスペシャルネームルスチャダラパーの貴重映像を蔵出しするっていうコーナー行っちゃいたいと思います。寝てるわけね、眠ってるわけね、寝てましたね、いいね、見よう見よう、じゃあ早速行ってみましょう。みんなスチャダラパー知ってますか。あ、知ってる、知ってるぞ、これ恵比寿でやったんですよ、いや、というわけでですね、スチャダラパーがゲバゲバゲリラって、そう、あの聖光さんの番組だね、これ今日はのコーナー、クラブ小泉ボリューム3、クラブ小泉っていうのはね、はい、あの当時やってた FM 東京かな、うんうん、ラジオの番組みたいな、川勝さん、はい、川勝さん、川勝さんがその構成やってて、
聞いてお前らもリルリルタイム。つまらん TV、 おしゃれな TV なんてうんざりがっかり STP。出た、あ、出た、スチャダラパーのテーマパート1。すごいな、すごいな、このかけっぱなしのアイデア、すごいっすよね、本当にかけっぱなし、かけっぱなし。あれはあんまり映像出回ってないんじゃないですか。スペースシャワー内ではね、ちょっと有名な映像ですけど、これやばいな。なんか坊主もちょっと多めに動いてる感じですね。なんかそうですね。今見た映像と本人だ、今だいぶ動きあるっすね。けど懐かしい。あ、バウの、はいはい、これ新宿かなんかでやったよね、新宿シアターアップル、うん、シアターアップルだ、そうそう、シアターアップルでやった。あ、止めちゃった。ちゃんとやろうよ。アニエスベーかな。アニエスベー来てるんですか。進化も爽やかで。爽やかですね。あーイエーイ。It is one, yes, we are number one. クールなパーのパーでやん。社会のガンでもつだらっさ。通用しなくて僕かまわん。動くなぁ。あこやかなわ。でも負けない。だって兄ファーストアルバムの時はそんなにラップパートないもん。ないです。メジャーのファーストアルバムの時からじゃない。出た。ここほらダンスとかさ。スチャダラパーが4月に、スチャダラパー、スチャダラパーがアルバムが、イントネーションがちょっと ECD のものが、どういう意味じゃん、 AKI 縮尺おかしいよね、これ。シンコと AKI すごいっすねAKI 漫画みたい、3倍ぐらいだよ、すごいっすね。この番組覚えてますよ、ね、この番組撮った後に興奮してうちに来て、ちょっとずつこの番組やべえっつって、僕この次の日にスペシャルに電話して、で採用されて今に至るんですよ。いや予定は見て何これ、あんたとあれ、これスチャダラパーのライブ、渋谷オンエア、はいはいはい、これ前座トンペイズの時ですね。あ、マジっすか、うん、トンペイズ結構20分ぐらいやって、すごっ。うりゃこうなったらもう早歩きだ、おや夢の島もこの駅が気にせず歩くこと数分の間、夢の島は変わらず前にいた、僕も急いでたもんだから上げたスピード、夢の島もなぜか僕を小走りでリード、チラチラ後ろ気にしてるご様子、何も気にしてる人がいた、あんた誰、警察やばいよ、あんた誰、ドリフっぽい、ドリフっぽい声が、ああ、あ、谷圭さん、谷圭さんこういう形で、ありがたいですね。あ、これは僕も作ったクイズ、高橋洋二さんはいはいが、あの、あれで脚本っていうか構成で好き、ケイグッドマン、やばいな、超初期の作品です。キップ君正解です。どんどん行きましょう。問題です。連続4人の早い。連続4人の勝つの話。正解です。それあんな。やってなりますでしょうか。問題です。お、正規の一瞬です。問題です。早い。早いよね。赤ガブケンジの逆転法廷。違った。違うんだ。面白いな、やっぱ。伊藤織江。正解です。これで伊藤織江さん、大食いの人ですね。この当時の南半球さん。南半球さん。あ、出た。回転でかしよう。回転でか。これもちょっと初期の傑作ですよね。すごいですね。回転してるだけなんだ。あれ、俺これビデオで見たのかな。そう、ビデオの中、あのクイズもそうだし、そう。スチャダラ30分。うん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 。あの時のヒロシさんがすげえ怖かったんだよな。歯が全くない。絶
全長版久しぶりに見たわ。おーやばい、トリオザキャップス、メイキングですねこれね。あーカートゥーンズ、小暮さん、小暮さんカメラマン、おいみんなこう出てもらって、ナオヒロク、マットに化石サイダー、ナイチャル、トンペイズ、あーそう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 、川勝さんがそう監督だったんだよね。あ、ここすげえな。小暮さん足で割ってた。これとか小沢くんとかも出たんじゃないかな。おジン、MC ジン。そう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 。MC ジン、ソニーだったから。あ、一緒に出て。そうそうそう。なんだよこれ。お、スケシン。あ、これもね、そのバブルだね。今のでカメラ一個おしゃかにしてるからね。そうそうね。女何秒の映画欲しいがために。ここからもう約30年。あ、遠藤道介。あ、これうちですね。あ、マジっすか。あ、川勝さん、小沢くん。撮った撮った、いろいろ撮った。あー、これはズーだね。ズーで。うん。スリッツかズーか、名前変わってるか。名前変わってる時言ってます。うん。LB 祭りの時だね。いや、すごい。あら。あら。あららら。え、全然見たことないやつ。途中からはビデオで見たことあるんですけど、やっぱ今のこのメイキングショットは見てないんで、はい、すごかったです。ちょっと激レア映像でした。激レア映像。さあ、すごいです。宇多田ヒカルと今夜ブギーバー。ああ、そうですね。宇多田もう鮮烈のデビューというかこの頃ね。しかもファーストライブ。そう、ライブやるっていう。時に急にお呼びがかかるっていう、うん、でもなんかだから日本語の曲のカバーもやった方がいいかみたいので、そうですね、好きな曲がブギーバックだでね、そうなんですよね。デビュー10周年イベント、うん、はい、開催2000年でございます。ただ今思えばこの頃までがやっぱすごい濃密で、うん、10年すごい長かったなって、やっぱり若いし、うん、20歳ぐらいから30歳ぐらいまでってなんかすごい長かった気がして、うん、そうですね、うん、なんか本当この時にそのライブを割とサイプレスウェイのが見に来てたとか、うん、後にデビューするような、うん、だから星野源ちゃんもそこでライブ見てたんですよって後で言ってたりとか、そういうことを聞きましたね。そしてその後、まあ、8枚目のアルバムもありつつ、うん、木更津キャッツアイに出演、うん、ありましたねこれもね、うん、ピエール滝の手下、手下だね、うん、もうそれからやっぱこうズブズブの関係がやっぱりね、うん、あるんですよ、ね、うん、まあそれは人とのつながりということでズブズブの関係じゃなくて言葉がちょっとおかしい、ものの言い方です。さあ続きまして、まあ、9枚目のアルバムも出されました、うん、2004年。そしてコラボアルバム、電気グループとか、ここです ね, ねえ、やっぱここで出てくるな、うん、これは本当にね、うん、まあ、お互いだからデビュー15年とか、うん、それぐらいで、まあ、仲は良かったけど一緒にちょっとがっつりなんかやってみるってなったんですよね、うん、なんかお互いいい年だし、いい、まあ、そこそこのキャリアだから、うん、あの照れることもないだろうっていうので、うん、なるほど、ちょっとそれでちょっとまあ踏ん切りがついたっていうところ、うん、30代後半ぐらいでガツッと長い時間かけて、うんうん、もう一緒の卓球とこれぐらいの距離でこれぐらいの距離で喋る、まあ夢のコラボというか、まあ面白かったんですけど、ね、まあ、おもろい曲もいっぱいできたし、うん、まあそんな何回もやりたくないね。あ、よろしくお願いします。詳しいよね。あ、そうです、うん、でもいや兄は俺もさ、なんかコメントで言ったんだけどさ、この番組の、あ、見ました、見た、 ありがとうございます。なんか 俺パーティーで本当心もとないから、だいたい端っこにいたりスタッフの側に入ってたりして物配ったりするのすることでかろうじてやり過ごしてんだよ。おい、そういう時に兄がスーッて寄ってきてそうですか、うん、別に何を話すでもなく、あ、そうですよね、うん、だいたいこういつも話してるような、そうそうそう、話してるような、なんか細切れのさ、はい、わけわかんない話して、はい、俺は助かるわけよ。あ、それで家帰って何話したかは全く覚えてないみたいなあるじゃん、そのパターン。
そうそう。そういうわけにもいかないよ今日。あ、そうですよね。だってそっちの30周年とか。ですよ、もう30年経ちましたよ。すごいね、あの日から。最初のデビューみたいな、ね、あのコンテストみたいなの見てるの。そうですよね。そっから見てるから。でも30年っていうとこう長い気もするけど、うん、そんなに長くないっていうか、いや、あっという間っていうか、そういう意味。あ、振り返ればね、振り返ることが多いんです最近。だからそうなので、だからそのなんかいろいろと昔のこととかを語ったりしないといけないみたいな、うん、あ、そうだよね、そうだよね。やっぱ最初の10年が濃くて、うん、すごい、うん、でもこの最近の10年薄いみたいな薄いっていうか、なんか何が記憶が記憶で家でやってたトピックが、トピックが、うん、で最初の10年はだからこういろいろとこういうこともやりたいみたいなのがあって、ヒップホップもあったし、うん、そうす、スニーカーとかもあったし、あ、いろいろ若かったゲームもあったし、そうそうそうですよ、やらなきゃいけないこと多かったよね、多分そうだと思います、うん、あ、そう、刺激が多かった感じするんですけど、する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 。で次の10年はなんかこう悩んでたみたいな、どうすればいいの次はどうすればいいのかみたいな、うん、まあ、こう模索、うん、でもこの10年はもう、うん、薄くなっちゃってんじゃん、薄くなってる、薄くなっちゃダメだろう、いや薄くなってるっていうわけでもないけど、でももうそのやっぱなんかもう意識としてはそのメインストリームではなくなった感じあるし、ああなるほどなるほど、その肩の力が抜けたのね、そうかもしれない、そうか、それか、だからメインストリームではない感じはあって、うん、あとその自分たちは変わんないんだけど、うん、世間がこう寄ってきたり離れたりする感じに、うんうんうん、ね、あ、なったなってきたなっていう感じはします。 それはちょっとわかる。第4期どうするの。第4期だからどうするかです。第3期のままダラ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 やっていけばいいよね。まあ、じゃああとはもう それやっていく、うん、やっていくしかないかなみたいな、うん、まあでも一応なんかこの第3期でなんかそういうシステムが確立された感じありますもん、うん、自分たちでやっていくみたいな、うんうんうん、やれちゃうっていう、うん、あとはもうちょっとこうなんか丸一つぐらいお客さんが増えてくれたらもうありがたいなみたいな。それすごいですけどね。それはどうすればいいのかな。どうすればいいですかね。プノシスマイクとか出てきちゃってさ、ああ、エルライ人集めちゃってさ、俺も呼ばれたからさ、呼ばれたんだよ大阪城ホールに。で、あ、そうです、うん、でボンって出てみたら人が多くてさ、おいおいっていう、こんなにいんのみたいな。ああ、そうか、アニメファンとみたいなものと、あの今はほらあのラップファンがすごくこう融合して、そうそう、まあ、アイドルもそうだけど、あ、まあね、不思議なことになってるじゃない。そうですよね。USA とは違いますよ。ああ、そうですよね。うん、なんかそうなん、そうだってそこはだって元祖オタクの皆さんが、スチャの皆さんがいなきゃおかしいですよね。そうですよね、うん。そういうところで なんとなくこう。まあ、ちょっとしのぎを削ってまた好きなことをやっていきたいと。好きなことは何なのよ。僕ですか。今うん、何してんの。特に何もしてないです。前よくルイボスティーをさ煮てたじゃん。煮出してそれはもうずっと続いてます。ああ1日のに必ずルイボスティーを煮出して。そうっす。何時間ぐらい煮出してんの。あれでも10分です。あ、10分なの。そうす、俺すげえ煮出してんのかなって。そんなことない。でも一回作んないといけないし、一日1回。あ、じゃあ普通に飲む用の。そうかそうか。一日用ただ煮出して朝こうやって冷やしとくの。もうあのあれですね、常温で。あ、常温で。あ、でそれはデカフェのやつ。ルイボス。そうそう。あ、デカフェ？でっていうかカフェイン入ってないらしいです。そうか、ルイボスは。うん。あ、だからいいんだ。だからまあ一応抗酸化作用がある的なので、うんうん、結構ずっと飲んでますね。結構前からさ抗酸化作用を気にしてる、ね、気にしてるよね。いや、そう、いないようにそういうわけではないですけど、ある時からルイボス。ルイボスはまあそうです。でもお茶は普通に飲みますよ。何茶。まあ結構一番好きなのは緑茶ですよ、うん、それはさ急須に凝ったりしないの。急須は一応いいやつ使ってます。常滑焼き。お、
昨日俺あのオスカルさんっていうさあのほらスウェーデンからお茶好きで日本に来ちゃったすごい日本茶マニアのマニアというかもう本当に日本茶の人だよね。でその人と対談してさお茶も入れてもらってさそこ、この急須のさが下が平たくてさこんな薄いさ常滑焼きだって言ってたぜ。でもなんか常滑焼きがお茶を美味しくするらしいですよ、うん、やっぱりらしいよねあれがいいらしいね、うん、すっごい今ヤニワに常滑焼きに興味が出てきてるそうか、どうなってるのうちお宅の常滑はどういう形なの。いや普通のですこういう急須茶色っぽいやつあで前一回ねあのなんもない普通のにしたんですけど、うん、やっぱつまんですよお茶あそこ、うん、このねお茶っぱのところ なんていうんですかこれなんかこうここのろ過するみたいな、うんうん、あそこ注ぎ口みたいなの根元でしょ、うん、そうそう、うん、であそこが結構掃除できないみたいな問題があるんですよ。それも、うん、今だからこうネットが張ってあるみたいなのあるじゃないですか、うんうんうん、そこにお茶っぱが引っかかるようなやつねそうそうそれもそれがすごく重要だってオスカルさんも言ってたわ。あ、そうなんですか、うん、でもなんか洗剤使ったらいけないみたいなのあるんですよお茶なんかずっと水洗いしないと風味なるほどなるほどとかもすごいお茶人間じゃない知らない一面だ俺それあ、マジっすか何やってんのいやお茶飲んでるそうだよな それであとはこれ なんつうかあんこ的なものとだ甘いの甘みもよくさケーキみたいの出てるもんね写真にツイッターでもやっぱそのあんことお茶、うん、たまらないわけみたいなもうこれ永久にいけるなみたいな糖尿病どうなってんのそれは糖尿病とか別に言われないの言われないです昔は興味なかったのそれやっぱ成長してるんですかね、うん昔はなんかその和風のものみたいなとかそんなにもっと若い頃洋風のものが好きだったりしたんだけどなんかいつからかやっぱそのあなるほどみたいな思って和風のものもいいなと思うようになりましたあ畳の部屋かとかとかなくなってきたっていうのもあるんですかねあそれもあるかも性格だその生活がもうほとんど洋風になったじゃないですか、うん、刺激になるからさほらないものってああまあそうですよ刺激が好きなんでしょやっぱりそうなんですかねだって お茶ガツンってやってんでしょガツンってやってますそういう人間はそういうもんでしょああなるほど、まあ、なんてこともない話だよなそうですこれが重要だよあそう重要、うん、あとだからなんだろう浮世絵とかああなるほどみたいな何浮世絵言ってんの結構好きっすでもあの風景のやつが好きですよ。あの東海道江戸百景とかあ百景ものだからそれ見ちゃうし、うん、なんか集めてる画像集めてる画像集めてる画像おやるねいろんなもん集めてるもんないやだからもうそれがなんかあれっすねあのなんていうんですかデジタルでできるようになったじゃないですかそうだそうだ確かにそうだ自分でいちいち実物集めなくてもいいみたいなのがいいよね古本屋行かなくてもいいんだもんねそうですねあでそういうのでなんかじゃあ東京の、うん、東京ってだからまあ江戸時代からあるわけじゃないですか、うんうん、だからそのあずっとある感じって面白いなと思ってその、うん、なんかそういうのは好きですいいじゃないいいっすかいいよそういう趣味がどんだけあるかによって60歳以降の人生が決まってくる。あ、マジですか。何のね、足しにもならない。この話は。あ、マジですか。誰に対して何の足しにもならない。でもこれが兄のいいところ。あ、ありがとうございます。うん。そう言ってくれるのありがたいです。うん、ありがたい。いや、これはいいとこ。だから何十時間でも喋れるね。あ、そうですね。これが楽。めっちゃ楽なところ。そうっすね、うん、そうっすねえ俺に対してはどうなんだよえいやいやいや伊藤さんみたいになりたいと思って、うん、この業界の門戸を叩いたわけですそれ俺ちょっと待ってそれは俺聞いたことないんだけどさどこで俺を知ったのあの当時でもやっぱ宝島とかかなあなちょっとこういうのでそのなんかでもだから業界くんとかぐらいからかでもなんかあれかな
だからラジカル的なのとか、ああそうだ、でもやっぱ宝島とかを見てて、でなんかちょっと見に行きたいなみたいなのを思って、うん、でもやっぱ天然ラジオとかですよ、ああひろしとかやってたラジオ、あれ聞いて、うん、メガミックスがたくさんかかってたやつね、とかかっこいい曲かかるじゃないですか、めっちゃかっこいい曲かかるやつ、それでなんか気になって本当にライブとか見に行くようになって、そうか、そういうことなんだ、 そうですよ、それでやっぱマルチじゃないですか、マルチ、あっちに現れこっちに現れ、追っかけるの大変じゃん、だからマルチになる予定だったんですけどね、もうちょっとこうこれからなれんじゃん、風景、ああ風景、お茶、お茶いくらでもあるじゃん、あんなのお茶で、まあ、形にしない方が兄らしいっちゃ兄らしいけど、もうちょっとだけそのぼんやりと形を前に出せば、 あの人なんだか不思議だなってことになるぜ、でもやっぱ究極やっぱタモリさん的なやつなんですか、ああそうだよね、やっぱなんか言われても大体大体知ってるし、遊んでるし、あ、まあ、だからタモリさんの向こうに大橋巨泉、ああそうか、巨泉って名前は俳句の俳号なんだから、だから作家、作家の名前なんだから、あって言って釣りやってジャズ評論やってめっちゃ遊んでるだけでその番組を仕切ってた、そうか、そういうタモリさんがいて、そういうとこに俺もいたいなとは思うけど、あそうですよね、うん、でもやっぱそれ同じじゃなくみたいなのもあるじゃないですか、そうそうそう、同じことやってもみたいな、そうそうそう、こっちはヒップホップだしとかってあるじゃん、そうそうそう、それだから避けてさ、いや、やってくださいよ、じゃあお茶は俺も入り込まないようにするから、うん、お茶はでもまあ普通に好きなんですよ、うん、お茶日記書いといて、お茶日記、はい、うん、あ、今日は飲みました、そうそうそう、今日は煎茶を飲むと美味しかったですって、ここの矢吹田のなんとかでした、そうそう、書いて、はい、うん、よろしくお願いします、さあやってきました、アーカイブコーナーです、どんどん行っちゃおうよ、行っちゃいましょう、じゃあ行きましょう、そもそもリトルバードネーションとはとは、まあなんといってもここに最初に LB のすべて、チャダラパーがいるわけです、 LB のすべて、ちょっと待ってください、これタカちゃんに似てる、お預け、これこのファミリーツリー珍しいやばいっすね、あ ID ジャパン用に書いたやつだと思うんだけど、わあ、やばいやばい、カートゥーンズのピウィーの格好してる、この頃からニトロと名乗ってたんですけど、で、シンコで僕だったんですけど、はいはい、この頃はシンコとナイチョロもラップをやってたんですよ、その頃はもうバリバリハードコアのもう社会ビアとかね、もうだからそうそうサウスブロンクスっぽい感じでなんか今日はだからあれな気分だから朝一番、これも同じズーエルビ祭りだ、エルビ祭りだね、エルビ祭り来たことある、行けなかったですね、これ間に合わなかった世代が、そうか、小6中1ぐらいです無理だね、そうですね、行きたかったですけど、ズーだこれ、スリッツじゃないの、ズーの時代ですね、あそうだそうだ、行きたかったな、もうやっぱこの時代もうパンパンみたいな感じですか、パンパンだったと思う、俺たちはあんまり外出ないから分かんないけどね、どっかまで繋がってたとかね、並んでたとかって、狭いとこだもん、で1万円で何やんの ?1 万円でね、CD 買って、あ、サウンド&ビジョン、読者ですごい、そうだよね、あ、そうだよね、1万円で CD を買いし、視聴者にプレゼントする企画、で、あの、買ったり見たり聞いてみよう、うん、チェケダウトしてみよう、うん、ラコン、うん、どんどんやってみよう、イエーイ、どんどん行こう行こうよ行こうよ、やってみよう、ピジャム行こうよ、やめろ、キラワイダルクとか、あの頃のやつ、そうですよね、じゃあ僕、この5枚買います、5枚5枚、5枚買えんのこれ、うん、全部もう、これとかもどこに行ってんのこれ、どここれ、あ、ウェーブ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 行くんだ、入ってない、何これ、これね、キードラマ、すごい、あ、これ入ってる、これもキュリオスネタ、これキュリオス、うん、これダセフェクト、本気で欲しいやつ買ってる、これはいろいろ、せーの、ボーズくんを探せ、ああ、
やばいこれ。やばい。これは結構。商事会社大山産業さんにやってまいりました。スペースシャワー的にすごい面白い人が出てる。総務部の平井康幸さんです。せーの。千葉県勝浦にこんなビルなかったの。これ今この後行ったけど。やばいな。うちの会社の坊主くんはっていうのがやっぱすごい。白井。してましたよ。やっぱりワープロやばいね。やばい。あ、面白い。一昨日ちょっともう空張ってますよ。もう違う。これでも結構僕あのこうパッとしてる感じなんですけど、ネクラなんてやる違うか。あ、ええ、カラオケはよくみんなと行くんで、それそれみたいな。人生いろいろ違うか。米粉クラブ違うかをしてて。歌います。聞くかなそういうこと、ね。あんまよくわかんないんですけど。千堂明穂なんか割とタイプ。千堂明穂わかる。わかります。聞いてないよ。違うか。例えば君が違うか。やべえな。今週のボーズくんのパターンでラップ。商事会社、人ボケ入れて。大山産業。ティッティキ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 。正直会社大山産業ポーズ君にそっくりです。白井すげえな。安幸今年で26。ラップできない人のラップうまいよね。うまいっすね。すごいっすね。イエーイ。大LB 祭り。LB 夏祭り。はいはい。じゃあ渋子すか、あの野音すかこれ。野音だ。あらこれは T シャツだったか。確かニューヨークから帰ってきたばっかみたいなシャダラしてたんですね。マジか。あ、これ、そうそうそう赤坂ブリッジ、10年目のやつ。あ、古い T シャツ着てる。そうだそうだ、10年目ってすっごい古い T シャツ着てたんだよね、最初で、時系列でやってたんだよね。ちびこの T シャツとかだって勝手に作ったやつだ、俺あの、加藤ちゃんとトミーボーイの格好みたいなやつ見つけてきて。やばいな、かっこいいな。ジャスカミン、いい。この時だっけかな、俺ファッション誌にあのファッションスナップ撮られたんですよ。ないのかどっかに。あるんだ、あるだ。まだ19歳だった時。マジか。そう。これ全部10周年の時なの。すごいな。すごい。T シャツで振り返られるお得な映像になってるね。サイプレスヒル。そう、ハイサーサイプレスヒル。着てた着てたこれ。アドロックも着てた。Yeah.
変えてみてどうですか？だから僕らが10年経ったらこんぐらいになってるように、スペシャルは一応会社みたいになってるじゃん。一応テレビ局っぽいじゃん、最近行くと。そういうぐらいのことなんじゃないかな。お、ファンキーワード。おお、たくさんあるね。あ、この時の T シャツか、ビームの時着てるやつ。ね。この間坊主とビームの T シャツ2人でこのマンキーのキャラ着てる。あ、これこれこれ着てた着てた。ちょっと大きいし SD 具合も違ってて、年代でマンキー渋いね。すごい、なんか急にこんな感じになってくんだみたいなって。スチャダラが骨太くなってきたぞみたいな。ヤバみたいな。おもろとか言ってなくなってきた。そうですね、なんか追いつけねえよみたいな。もう困りますみたいな。あら、ああっという間だね。あっという間ですね。だからめちゃくちゃ面白かったですね。なんか駆け抜けてました。さあ、続きましてハローワークス。これやりましたね、ベイゼン。ハローワークスバンドでね、はい、これもやってみようということで、マンゴーズさんたち、そうそうそう、別バンドっていうかね、ロボチューも入れて、うんうん、これも面白かったですね、経験が、うん、そうだね。さあ、続きまして、うん、11発売されまして、ね、はい、そして20周年イベント、下田ら2010、うん、オールスター感謝祭、うん、ヤオンでやりましたね、はい、司会やってもらってた。そう、この時ね、お世話になりまして、本当に、ね、そうそう、バッファローゴローと、はい。この後、25周年が千鳥でしたっけ。この次の年は東京と大阪でやって、その大阪の時に千鳥でした。千鳥、それもだから、うん、田島さんが出るっていう、うん、あれだったね。そう、田島さんとかあとドットドットがなんか出るので、ちょっと癖のあるのが、うん、出るから、だからとにかく千鳥が出てきて、うん、あの田島さん出た後に癖って来てもらった、面白いなって思って、うん、それを構想してやってもらったというね、うん、もうバッチリ面白かったですね、はいはいはい、田島さん癖がすごいですねもう歌ってないって言ってました喋ってるってあれ面白かった。はい、はい、12枚目のアルバムも、はい、2015に出されて、アニさんがシン・ゴジラに出た、うん、出ました。ほぼ出てないってやるいっぱいあるね、出演者がドゥーっている中にアニって目立つっていういや、いいですね、すごい引きの時に映ってるよって監督に言われました、そんぐらいの出演でもいいよ、まあ、あれに出てるっていいわ。でもなんか1回撮影行って、でだからちょっと違うなって言って、うん、で どうせ防護服着てるから分かんないからって、うん、他の人に変えられたんです、防護服着てんのに変えられるって意味があるそうそう、 CM とかもありましたもんね、コンビニの CM。 それ世にも奇妙な物語かな、あ、いい、ドラマかミポリにディスられる役、ドラマ、ドラマや、ドラマ、そういうの変なのでちょこちょこ出てるから、そういうぐらいで、そうコンビニに行ってはる映像が、え、金さん何出たの、水戸黄門、水戸黄門言うとすごいね、子供のグルメも出てたり、水戸黄門出てんの、水戸黄門出てんのすごい、もう病死役で、プロフィールズらすごい何役なんだよ、ほんとちょい役なんですよ。木更津キャッツアイ、シン・ゴジラ、水戸黄門、フィロモグラフィーをやっぱ作っとくと結構すごい、そうですよね、何出てんの、何呼んでんだよ、そっちの呼ぶ方、あれですけど、スピード違反で捕まったらしいですね、今。はい、そうです。失礼しました。今まさに捕まった感じの顔がこれ。ことね。1万8000円分の笑顔。笑顔ね。まあでも本当に親戚の子供が結構でかくなってきたなみたいな印象。やっと一緒に飲めるようになってきたな。そうだ、もうだって会った時まだ18とかでしょ。8とか7とか。はい、だから、まあ本当子供でまだ全然。ビムとか行って。言ってたか言ってないか、言ってたぐらいじゃない、そうで言い始め、そうか、ビムって言うんだみたいな。でも18とかでこんなとこで出入りしてんの、やっぱすごいね、都会の子はみたいなそういうイメージ。それがやっと、ユニットとかで、まあね、そうそうそう、遊びに来たりとかした、ライブやってたりしたら、あれでみんなでもビデオ作ったりしだしたのっていくつぐらい、そのあれがちょうど高3ぐらいの時で、18とかねぐらいだね。じゃあそうです、その時のもうメンバーと今もずっと一緒にやってる、やってたもんね。
だから僕らもデビューした頃シンコまだ18くらいで高校出たぐらいの時だったから、まあ、その年1970年生まれって割と周りも多くてそんな感じでやってて、で今回そのベム君に曲一緒にやろうって頼まれて、なんかテーマがさそういう、そうですね、なんか過去未来今、今だから26ぐらいの時が、まあ、自分らもちょっとそのくらいの頃はどういうテンションだったかそんなに詳しくは覚えてないけど、でもなんかこの先どんな感じですかねみたいなことをいろいろ話したりとかして、ね、パン屋さんで、そう、うち鎌倉まで来てもらって、でもなんか言われてみてはたと考えて、そっから周りに誰も変わってないみたいな、そのメンツが25、26の時だ、もちろん兄とかシンコはずっと一緒にいるし、でビデオ撮ってた竹井グッドマンだったりとか、まあ結局シンコの同級生だったシャシャミン絵描いてとか、あ同級生だったの、シンコの同級生とか、みんな何もメンツが変わってない50過ぎてるみたいなのをなんか歌にしたらおもろいかなと思って、いやもう速攻できました、速攻できた、坊さん早すぎて俺も焦ってガー、でもテーマが、まあ、決まってたからなんかそんな、なんか導かれるままに僕もさ、じゃあそういう内容かなと思って書いたんですけど、うん、年齢はだって言ったらお父さんとかとも変わんないでしょ、今坊さんおいくつですか、51、そうそう、親父もちょい上すげでしょ、だからそうなるから、そうなんか同じような趣味のものを親父となんかやるとかないじゃん絶対、でも家行って曲作ったりしてるの横でレコーディングしたりしたけど、まあ、そんなにノリは変わらないっていうか、部屋に置いてあるものとかもそんな変わらない、なるほど、テレビの前にいつか捨てるであろうフィギュアを、フィギュア結婚と同時に捨てるであろうだろうフィギュアとか、引っ越す時にいらなくなる何かみたいな、どんどん増えていっちゃいますね、やっぱ一人暮らし始めると、ね、結構捨てましたかフィギュアとか、いやだから僕はだから引っ越すたびにとか震災とかね、うん、なんかそういうののきっかけでこうちょっとおもちゃいらねえかとかなんか持っててもなみたいな、周りが持ってるしみたいな、うん、とかでだんだんいい年もなって、これずっと持ってんのなんだろうみたいになって、でもレコードは意外とそんなにない、実家にあります、実家にあるのか、でもそんなめっちゃバーってあるわけじゃないんですけど、実家使ってるタイプ、実家 の俺の部屋はまだ残ってずるいその形ね、だから実家があんま遠いとこに行きたくないみたいな、その形をずっとやってんのは根本隆さんとか未だにそうらしい実家倉庫、たまに実家にレコードを取りに帰って親父に怒られるって、いやまあそれはだから続くと思う多分ね、実家がある限りはね、まあ、うん、一部屋はまあただでこう倉庫として、ね、それはずるいね、あの兄とかもある時までは実家があって、でも本当にもうリフォームするから追い出すぞみたいな感じで荷物全部出されたみたいな感じだったね、俺もそう、もう月1回ぐらい言われますね今あやれ親にしたらだってなんである何でもね家置いとかなきゃいけねえんだってなるからね、そうおもちゃいらないおもちゃばっかり、そうそうそう、でもね実家出る問題みたいなのがその年代の頃ってみんなあるよ、そう友達とかもまだギリギリ25どう、まずいますね、まだいる、で30はもう無理だよみたいになってくるから、その辺が結構際ですね、今もうギリギリゾーンです、ね、際ですね、なんかその曲のやってた時はこれみんなこのまま続けるのかな、うん、どうなんだろうなみたいな、なんかそういうことがやっぱちょっと悩みでみたいな、そうですね、ファーストアルバム出した時に結構もうその一緒に住んでて、うん、そのすごいそれ考えてる時で なんとなくそれ出したんですけど、うん、その感じはまあマイペースにおのおのやっていけばいいかなみたいな、うん、なんかそれの人生相談みたいな感じの曲俺目線だとできたらいいなと思って、うんうんうん、でもね、でもなんとなしに そういう答えも少し自分の中でも見つかりながらというかさ、うん、そうですね、まあどうせやんのかなこのままみたいな、うん、やめはしないだろうだろうけどどうなんのかな、みんなも一緒にやんのかなとか、うん、っていうようなことな、まあ、自分らもそういうのがテーマになってるような曲あったりするからね、なんか25までに物にならなかったら実家帰る約束なんだよって言って帰った友達のことをなんか歌ってるとか、うんね、なんかそういうのね、男は特に大体そういう区切りがなんか、うん、あって25の時のに出てなんか友達がなんかそんで実家継がなきゃいけなくなって出ちゃう亀井さんそうそうもうとかね、みんなそういうのがそろそろ出てくるから、今思えば若いけどなと思うんだけど、25なんて全然まだ若いと思うけど、その時は周りも結婚してそうそう、その時はすごいそういうイメージがあって、うん、あみんな大人になってくるんだみたいな、思うじゃん思うじゃんを前から使おうと思ってたっておっしゃってるんですか、そうそうそう、って思うじゃんっていうのを
うちの奥さんの友達とか の,、まあ、あのギャル連がみんな、うん、なんかすげえ一生懸命こう、いやあれがこうでさとか言って説明した後にさって思うじゃんって言ってくんのですげえムカつくんの、うん、あのそれをなんかで使いたいなと思って否定しつつなんかでそうこうってどっちでもないみたいな、で何も答えはないのにって思うじゃんっていうあれがなんか使えるんじゃないかなと思って、そしたらなんかうまいこと逆にいい感じにはまるなと思って、そう思うじゃん思うじゃんって思うじゃんっていろいろ使わせていただいてます。そうって思うじゃんは本当使えんなと思って、いい意味でもね、うん、そのいやなんかもうだってねその時確かに同じようなこと思ってたから25、6の時に、いやこんなラップずっとやってるとかないでしょみたいな、うん、誰もやってないしみたいなさ、で何の保証もないし、でみんな周り見たら結婚して子供でとか、そうです、ね、実家にあんなに音楽好きだったのじゃんお前みたいな、全然あれみたいな、ね、そういうのあるからって思ってたらもう50になっちゃって、うん、って思うじゃん、思うじゃんやんないと思うじゃん、やらないと思うじゃんってていうかもうやねえみたいなやってんだこれが、全然メンツ変わると思うじゃんみたいな、一緒兄進子兄進子本当そう、うん、そうなんです。そう、まあでも見てる限りこういうことを多分結局やってと、まあすごいどっかですごい成功してね、もうあのイエイってなる可能性はなくはないし、うん、まあそうじゃなかったとしても別に楽しくずっとなんやかんや友達を引き連れてやるであろうっていうね、残念なことにずっとやるそう残念だろうな残念ながら、まああの電気グルーヴとスチャダラパーで一緒にやった時にやめない懲りない気がつかないっていうフレーズ、気がついて、まあこんなところにいるスタッフは大体そうなんだけどどこかで気づくべき、どこかでやめるべき懲りないのだそれずっと懲りなんか、あやばいやばいなと思ってるのに懲りずにまたやってしまうっていうとこがあるのでしょ。やめたいなって時ありましたか。やめたいなっていうか、と、まあ、売れなんかほらやってくださいとかね、そのライブが決まるとかさ、うん、もうオファーがあるとか途絶えたら別にやめりゃいいんだけど、まだやれっつうからじゃあやるかっていう、なるほど、またフェスが決まったっていうんだったらやるしかないし、もうそれだけですよね。芸人さんってみんなそうなんじゃないですか、ね、うん、自分からどこでやりたいんですってあんまりやるタイプでもないから、うん、そのツアー決まったしもうミニアルバム作らなきゃいけないかみたいな感じで、そう、それがずっと続くとか、なんかなんとなしに目標、じゃあ来年野音やるって決まってるからそれまでのアルバムみたいなのが作るかぐらいのことしか何もなくて、だそれが続いてしまうっていう。でも若い時はでももっとだからそのペースは早かった気がするけど、なんかその30周年でいろいろ振り返ったりしてると、なんか10周年の時になんか10周年ライブみたいなの2000年にやったんだけど、その時とかは10年すごいいろいろ経ってあったなみたいな、いろんな人といろいろやっててその時思ったけど、そっから20年も経ってんだけどそんな密度はないって感じで、最初の10年結構濃いね。やっぱ最初の10年ってすごいいろんな自分も変わって成長して、なんかね、あもうすぐですね。もうそうだ、まだまだ今は濃いね。歌詞にも書いたけど、なんか本当1分1秒のその密度が違うから絶対若い時は。だそれは本当に、なんか単純に歌詞とかを作っててもさ、3ヶ月で前よりだいぶ上手くなったなとかっていうそのスピード感が全然。今とかあれなんか、あまた同じこと書いてるわみたいな、なんかまた同じこと言ってんだみたいな、だんだんそういう感じになってくるけど、坊さんが一番その年離れた先輩となんかやったみたいなって、うん、だから最近僕は加山雄三さんとお仕事させてもらうことが結構あって、あテレビの番組とか、うん、そうすると加山さんはうちらよりもさらに30歳ぐらい上だったりするから、うん、芸歴も55年とかもうそういうもう倍みたいな感じで、それが一番やっぱ上ぐらいかな、元気だし未だに。それこそ加山さんに50でそんな年取ったとか思ってんだろうみたいな、思うじゃんって思うじゃんまだまだあるぞそうなんだ長いぞそう元気だしね、そういうのありますね。加山さんが一番今だとね、年離れた先輩とか。でもデビューした頃にあのクレイジーキャッツの谷圭さんになぜかオファーして、うん、ラップあんた誰ってやってもらった時は、谷さんうちらより多分いくつ上だったんだろう、中山さんのところでちょっと上ぐらいかな、うん、
だそれがもうそんぐらいの感覚かもみたいな感じ、谷圭かもみたいなむしろビムから見たらみたいな、そういう感じかなみたいな。だから本当上の人には同じように言われる。だから葉山さんの番組とかやってると葉山さんのことを慕うさだまさしさんとか南こうせつさんとかが来て話してると同じようなこと言ってるのうちらと、結局会って「いやこのフレーズがさ」とかってギター弾いて「えどれどれ」とか言ってやってて「えまだやってんの?」みたいな、こっちから見たら「30年後でも一緒か」みたいな。なるほど、多分あんま変わんないんじゃないかなっていうふうに思うね、逆に。じゃあもう諦めて続ける。そう、こもうやめない懲りない気がつかない、もう一個なんか思いつくかもね、やめない懲りない気がつかないなんとかみたいな、 それを気づくんじゃない次に。次じゃあその4つ目を考える、うん、作業をよろしくお願いします、はい、どんどん増えていくようにこう、そうそうそう、やめない懲りない気がつかない。マニさんの事件もいろいろありますよね、はい、あのキーワードだけあるんですけど、はい、金馬、はい、キンバは、うん、あのピザ食ってたらキンバ飲み込んじゃったんですよ、うん、で結構な3個ぐらいついてる、うん、どうしようって言って、うん、うんこから取り出しましたそれはまあ出ますよね、うん、一回でピンポイントで一発目でキンバあったんですか。いや、ない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 で箸でこういつもいやでもいつ出るか分かんないじゃん、うん、どうしたんですか。いやそんでもうこれ最後にしようって、うん、ああもうなるほど、そのうんこ解体するの何回かやったんだもん。何回かしたらカチッって言って、うん、あっと先掘りやったみたいなしかもそのドラマチックに言われてください、やめようと思ってたその時みたいな諦めかけたその時みたいな、ね、曲がなんかこれも聞いて、これもいいんだよ。銀行、銀行なんでしょう。銀行、まあ銀行に行ったらすごいお腹痛くなって、うん、でもほんと結構やばいってなって、その店の人に「すいませんトイレ貸してください」って言ったら「貸せません」って言われて、うん、銀行は「銀行は、うん、すいません貸せません」って言われながら、もうマジでやばいと思ってそこにあるゴミ箱に「じゃあこのゴミ箱にしていいですか?」って言ったら貸してくれたじゃあこちらへ銀行手をつく銀行強盗っていうの、いやもう本当に「じゃあこれにしますよ」って言ったら、うん、もう本気で言ったから伝わった伝わった魂が伝わった魂のそしたらこちらへって言ってちょっと裏のなんかこういう鍵ついてるトイレ、ああ貸してくれないんだなって。で携帯は何。携帯はフェスであの嫁はんがあのボットンに携帯落としてどうしようって言うから、俺がその辺ゴミ袋をこうここまでして取ったぞって、まあ、兄のねうんこ三部作奥さんは喜んでたんですか。喜んでたけど触れないみたいな移行できたんだ。移行したんだっけな、あれ匂い付きのデータ付きのデータでも移行せえへんのやったら別に取り上げないですよ何のために取り上げないみたいな、ね、触れない移行しないやと中でええやん さあやってきましたアーカイブコーナー、イエイ、ボーイ、どんどん行っちゃおうよ、どんどん行っちゃいましょう。あのさ、うん、ちょっと思ったんだけど、うん、YouTuber になりたい。え、何言ってるの年末の真似でしょ。いやいや真似じゃなくて、うん、やっぱもうちょいネットをね、うんうまいこと。あ、本当に YouTuber になりたいの。うん、年収すごいらしいね、もう。うん、そうそう、だからなんか面白い動画とか上げて最後に発売中的なやつやったら、あ、今時まあね、別にその宣伝つったってね、うん、そうか、自分でそれ切り開いて、そうそう、だからもうそこはもう、あ、でもどうすか YouTuber 面白いの。いや面白い、あ、面白いよ。俺も CM だけでギブだわ。ギブだよね。いやいや、もう俺もだわ、そのヒカキンさんみたいにさ、この頃すごい、それが一番面白くない。それが一番面白いって。 あれの面白さ分かんないとちょっともう怖ずれてきてるから。あ、まあ、そういうテンションでやってんだこれ。あれだから見るともう何百とか何百万とか見られてたりするんだけど、あれだからそれでプロモーションのいろいろとさ枠買ったりとかさできんじゃないの。
ブイーブイーみたいなさ、すげえ面白い音とかも 出せんだよ、あの人ヒカキンのビートボックスの。まずじゃあこっちの節分の豆食べ比べ、川越屋さんの何これつまんなそう。熱風焙煎加工によりさらにソフトに香ばしく言い上げました。ダウンタウンのまず、あ、ちょっと擦ってる感じ。てか兄のこの手作り T シャツいいね、うん、豆です。あ、これでそうか、やつ書いてたよね。デラソウルのポスがプラグワンのやつ手向こう行った時書いてて、手でこれそれで兄多分ちょっとインスパイアされたんじゃないか。とてもいいんじゃないでしょうかね。華麗なるワンツーワンツー耳をツンザー、アーバン文法やっぱいいね。超いいっすね。かっこいいよね。いまだミスで船連中を浮かばく心中よくだねしょうもねからひねり出せファンキーフレッシュ、かっこいい、かっこいいな。すげえいっぱい人がいる。キーフレッシュ、キーフレッシュ。なるほど、コストパフォーマンスと一緒にやってんだね、2015年は。あ、そっか、もう15年は。サマージャン、これ、あ、これだ。ビジョンのやつだ。これを見た後だもんね、だって出番とかが。そうかそうかそうか。黄緑とかだったよね、出番とかあって。マジで地獄だな、これって。その俺が最年少だったんですよ。やばい、先輩地獄だ。先輩地獄で。あー、でも、そうね。こんちゃん、ツイートの。そう、昼間はね、学校でも食ってゲーと構えてればいいわけ。再放送のドラマでも見て気がつくと昼寝になってたりね。そんな夕方から風呂ざまっといてざまっといて気だらけの格好で格好でこのままうちの近所ブラッとしてブラッとして適当にご飯済ませて済ませて帰ってきてさてどうしよう。今のやつピックアップしたりやろうと思えばその気になれば、そんな気になった試しはないのにね。クラブだね、妥当な戦闘して夏クラブナンパ思い出で急いでるからちゃんと行けるし次に手伸びちょい解放的テキーラパーパラパー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 。で、これだ、2016。はいはいはい、あ、出てきました。あいた、いた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 。リトルバードの最年少、最年少で、いたね。これが 2016? やばい、なるほど、オリンピックだったわけね。あすげえ人いっぱいいね、 AKB かつすごいすごい。この時のタオルも使わせてもらってるの、未だに。
この度外せ再び違うか一番バッター。 I'm going away We the time We the time We are enemy We got a new time Happy happy joy joy Happy happy joy さあ出てるよこの5番帰ってくガイドは私コミスチャイル食べ過ぎが急ぐのでタガちゃん NG もいる、あ、MC ジョーもいる。忘れてる、かっこいいタガちゃん。なんかナオヒロ君が頭面白いことやったような選手先生か、それおーい これいいな、この煙みたいな、うん、すごいね、セット。集まろう。ビッコーマネキャノバイミーラフエンマネキャノバイマイラフイビゴーマネじゃ買えねえ動かねえ、いくら踏まれてもどこにも行かねえ。マネキャノバイミーラブ、マネキャノバイマイラブ、yeah! 大金あっても使い切れない、金はそんなにいらねえ。だけどシャワー泡浴びてみたい、お札のベッドで寝てみたい。ジェニジェニジェニゲバやってやれねえことはねえけど願い下げ、小金を貯めても潰しは効かねえ。わかっちゃいるけどやめられねえ。マネーマネマネメイキン、マネマネメイキン、マネマネメイキン。どうも、終わっちゃいましたね。終わっちゃったよ。駆け抜けた30年てんこ盛りでした。ごちそうさまですみたいな感じしかないんですけども、お腹いっぱいになりました、さあ、まあ、今年はいろんな活動されると思いますが、はい、なんか予定されてることとかリリースなんて、これまたライブあったり、アルバム、アルバム出て、アルバムが出て、じゃ記念って言ってもまあ普通にあのここのとこ作ってた曲がたまった曲が出るのと、特典が今回ちょっと面白くて CD、これちょっと説明してくださいよ。特典、3枚出るの、あのジャケット違いで、特典、はいはい、がそれぞれ違うっていう、うん、あのオルゴール、和楽器、ボサノバでシャダラの曲をアレンジした、一番いらないものがそれを作りたかったんです。なるほど。カフェのBGM とか、そうそう、寝る前のひとときとか意外と作ってみたらよくて、うん、あと健康ランドとかのスーパーとか生誕の時にかかってるそれがいいな、ね、自分たちの曲だったらいいかな揉んでもらった時にで、こしちゃだらですかって言うのがベストなんですよね。ほんのりね、あれ広めろよ、サブサブバーでみんなで食べる時もあれこれ TRF かおことやからそうそうそう、おことやから分かれへんかったけど、これゆっくりしたイージーズダンスやけど、あれをやった、あれをやった。なるほど。ですので、あの和食の里とかね、そういうところでかけていただけたらと思いますけども、はい、さあということで以上でよろしいでしょうか。はい、はいはい、それでは、今年の取材はきっとスムーズになることでしょう。取材してくれる方々はいろいろと下調べをしていただきまして、スムーズな取材一つよろしくお願いします。また40周年の時にお会いしましょう。下田ラパーさん、おめでとうございます。